日中国朝鮮関係史は中国と朝鮮との関係の歴史である。なお、どの範囲を中国や朝鮮とするかについても議論があるが、その点についても説明する。また、両、金、元、清など中国の征服を王朝も含める。古代から現代に至るまで、朝鮮は中国の圧倒的に大きな影響を受け続けてきた。政治的には、 朝工作法関係を続け、独自の言語を持つことなく中国のそれを使い、完成感名だった。文化的には、趣子学、小中華主義などがある。そこから脱出するのは、日清戦争での日本の勝利による。朝鮮は長い間朝鮮語を表す、独自の文字を持たず、15世紀に、ようやく訓民正音を作った後も、漢文を正式とし、訓民正音は、 音門と呼ばれ、過当なものとされ続けた。日本統治時代になって朝鮮語の辞書や聖書法が作られ、君民声音はハングルとして普及し、創始解明も行われた。日清戦争の結果によって、朝鮮には独立門が建てられ、国語も中国から与えられた朝鮮から大韓帝国となった。韓四軍朝鮮士の指揮から中朝間には、 深い関係があった。70万年前、朝鮮半島、満州地域に人が住み始める。初めて、朝鮮に統一的な勢力を形成したのは、神を信じる部族と熊を崇敬する部族の二つの部族だったという。そして両者が連合して、弾君をいただき、弾君に朝鮮を建国したという。弾君という栄光の王が実在した。 あるいはダン君が気づいたとされる王国ダン君朝鮮が存在したという証拠はほとんどなくダン君が実在の人物だった可能性はゼロに近いと研究者は語っている。隣国中国の強大な王朝との関係性からこのダン君朝鮮建国年の紀元前2333年以来日清戦争の1895年までの4228年間 朝鮮は中国に支配され続けていたとする記事もある。例えば、スペインメディアのエルムンドが、韓国は4228年間にわたって中国の植民地だった、韓半島は長い歴史の中で数多くの侵略を受けてきた。中国に1895年まで属していたが、1910年の韓日合併までの15年間にわたって、 独立を味わったりもした。建国時点である、紀元前2333年から日清戦争の1895年までの4228年間に渡って中国の属国だったと報道し、日本が中国の植民地だった韓国を救ったように報道したことがある。州の武王が騎士を朝鮮港に封じ、騎士が 陰の移民を率いて東方へ赴き建国したのが、岸朝鮮である。縁の将軍だった A マンが、英氏朝鮮を立てるが、冠に滅ぼされ男4軍が置かれる。高繰りが起こるが、これを中国の地方政権とするか、朝鮮の歴史に含めるかについては、議論がある。両党高村氏が朝鮮を支配し、大砲軍を置くが、その後、 落老軍と大砲軍は義から精神に引き継がれる。また、朝鮮半島東南部の新官は旗からの移民とも言われる。高栗は隋からの攻撃は撃退したが、党と白木が同盟を結び、くだらと高栗を滅ぼした。高栗の系統が白木と金に分割され、墨海の系統が金に発展している党は、勇神と徳府、安藤と五府、鳥林州と徳府を置いて、 朝鮮全体を支配しようとするが、党、白木戦争の結果、党は撤退し、白木が朝鮮半島の中南部を支配する。一方、北海が起こり、高麗の給領土の大部分を支配する。北海については、大韓民国では、朝鮮の一部として、南北国時代と称しているが、中華人民共和国では、中国の少数民族による、 地方政権とする。白木は中国の制度を取り入れ、人命も中国風に変えた。長歩行が中国から朝鮮に渡る、海上勢力を作った。十世紀初に、唐が滅んだ後、墨海も滅び、駒が白木に変わる。高麗は墨海からの移民を多く受け入れた。高麗は五代や宗に服属していたが、寮に攻められ、寮に服属する。 高麗は墓海が滅んだ後の地にいた女神を侵略して領土を北に広げるが、女神が金を建て領を滅ぼすと、高麗は金に服属する。高麗は13世紀にモンゴル帝国の信仰を受け支配下に入った。代々の高麗王の生死は、モンゴル貴族や皇族の子となって元朝の宮廷で暮らし、父の死後、高麗王に任命されるのが習慣となる。 高麗王の母は、皆、モンゴル人となり、四代の高麗王は、元皇帝の娘婿となる。元は、高麗を服属させた後に、政党当初行中書省を設置し、朝鮮半島全土に及ぶ、行政、政治、軍事の執行機関とした。また元は、朝鮮半島北西部に、東康マヤを、北東部に僧城総館総府を、チェジュ島に、 丹羅総官府を置いて支配した。元が衰えると独立し、北方の領土を回復した。民が起こると、高来に代わって、新民を掲げる李氏朝鮮が建国され、民に長考した。当初は民から、県地朝鮮国事とされ、国王にはしてもらえなかった。李氏朝鮮の国王は、中国皇帝がいる北京の方向に向かって要拝する、持ち血礼という儀式を行っていた。 李氏朝鮮は女神を侵略し、北部に領土を広げた。李氏朝鮮の初代国王李政権は1392年、民が作法した高麗王の王、マサ王と京城王を廃して、高麗王位を散脱して、高麗王を称した後、すぐに民に施設を送り、県知高麗国寺としての地位を認められたが、後部帝は王朝が交代したことで、 国号を変更するよう命じた。これを受けた、李政刑は、重臣たちとともに、国号変更を計画し、朝鮮と、和安氏の二つの候補を準備し、神武帝に選んでもらった。和安氏は、李政刑の出身地の名であったが、北元の本拠地カラコルムの別名でもあったので、神武帝は、前漢の武帝に滅ぼされた王朝の名前であり、 平壌付近の古名である朝鮮を選んだ。そして李政慶を県地朝鮮国時に封じたことにより、朝鮮は正式な国号となった。数安氏が単に李政慶の出身地であるだけなのに対し、朝鮮は、かつての英子朝鮮、騎士朝鮮、大君朝鮮の正当性を継承する意味があった、ことから本命とされており、国号変更以前からそれを意識する儀式が、 行われていた。国号が朝鮮という二文字なのは、中国の作法体制に、新王朝の君主が外臣として参加して、一文字の、国号を持つ打ちつを見より一等級格下の処具を与えられていることを意味する。立成形は、県知高来国人を正式に名乗ったが、知、ことが、高来を囲んでおり、県は、日本の県大納言、県中納言と同じで、福。 仮という意味であり、県知高来国事とは、仮に、高来の政治を取り仕切る人という意味である。このように、李政権は、事実上の王でありながら、県知高来国事を名乗り、朝鮮を治めるが、それは、朝鮮王は代々中国との朝行により、王が与えられたため、駒がそうと、元から王に認めてもらったように、李政権も、民から王に認めてもらうことにより、 正式に、李氏朝鮮となる。小島武氏は、勝手に自分で名乗れない、民の機嫌を損ねないように、まずは、自分が、高麗国を仮に収めていますよというスタンスを取り、それから朝貢を行い、やがて、朝鮮国王として認めてもらいましたと表している。国号を、公文門に選んでもらったことは、時代主義を象徴していると、揶揄されるが、新王朝が議定した。 朝鮮の国語は、朝鮮発である団君朝鮮と朝鮮で民を強化した騎士朝鮮を継承する意図があり、首都が関与に置かれたのは、団君朝鮮と騎士朝鮮の舞台であるためである。新王朝は、団君と騎士を直結させることにより、正当性のよりどころにする意図を持っていた。朝鮮という国名は、陰の賢人騎士が、州の武王によって、 朝鮮に封ぜられた孤事に基づく由緒ある中国的な呼称であるため、後部帝は、新王朝が騎士の伝統を継承する忠実な属国となり、自らは騎士を朝鮮に封じた、州の武王のような剣訓になりたいと記念した。従って、中国への時代主義を国勢とする新王朝が、州の武王が朝鮮に封じた、騎士の継承を意図する朝鮮の国号を創成した。 ことは適切であった。司会諸国、未有不承定者、独和が国衆古不能、西洋弱この老句に、その首難則をし、C8 番が皆中原に入ったのにただただ、挑戦だけできずにいる。こんな情けない国に長生きしていてもどうにもならない。林康氏、聖子、大神帝国の使者を迎えるための芸音門16世紀に、豊臣秀吉に、 国土の大半を征服されるが、民の救援と秀吉の死去により、国土を回復した。厳密には、豊臣秀吉は朝鮮を相手にしたのではなく、その意図は、民の征服にあり、そのために軍隊を通すことを朝鮮に要求して、断られたため、無礼だとして、出兵に及んだ。朝鮮が断るのは当然で、朝鮮は、民の朝工国であり、 朝鮮国王は世襲であったが、制度的には、民の皇帝からそう認じられることで、朝鮮国王たり得ていた。豊臣秀吉は、それ以前に外交関係があったことから、民と朝鮮の国作法関係は知っていたはずであり、明は作法関係にある朝鮮を保全するため、援軍を派遣し、日本軍と戦った。17世紀には、満州人が建てた、 清の信仰を受け、大信仰帝駆逐比を築くなどの屈辱的な条件で降伏し、作法体制、厳しい配下に入った。後金から清という国語を合する際に、本大寺は、チンギスカン以来の印字を受け、モンゴル人との連合帝国を作り、李氏朝鮮に対して、万能戦の三族連合国に誘ったが、李氏朝鮮は民に忠誠を尽くすために断った。 そのため、李氏朝鮮は、万蒙の軍隊に蹂躙され、中華族国の中でも、下国の下国にされた。高文雄は、もし当時の朝鮮国王が、万蒙戦三族連合軍に参加して、真の順次帝門と共に、北京に入城し、中華世界を主催していたら、新朝氏も変わっていただろう。そして、漢人と藩が流入したが、何回も弾圧を受け、 多くの犠牲者が出た。李氏朝鮮と新国との関係は、例によって厳しく統制されており、李氏朝鮮からの国書は、上評文とされ、その書式と用語は、中国の、霊部の厳格なチェックを受けた。そこでは、京氏、諸君、小、胸といった北京が天朝として用いる語句はご法度であり、日本の明治新政府が、王政復興を告知するため、 李氏朝鮮へ送った外交文書には、高素、合情、包括といった使用禁止の言葉を使用していたため、李氏朝鮮の宮廷はパニックとなり、これが新国に伝わることを恐れ、この文書を拒絶した。八百七十五年、高加藤事件の結果、朝鮮が開国すると、欧米諸国も、朝鮮を中国の続報とは認めたがらなくなり、直接朝鮮と、 密約や条約を結んで外交関係を持つ国が出てきたため、新国は朝鮮管理を強化することとなり、新国は朝鮮の第三国への講師派遣は認めるが、全権の二文字は使用禁止とし、約三論なるものの遵守を強要した。朝鮮講師は駐在国に赴任したら必ず、 新国公使官に先鋒し、新国公使を経て、相手国と折衝すること公使外務の席上、韓国公使は必ず、新国公使の自席に座ること重要交渉がある。時には新国に、事前報告し、相手国に関係なく、続報体制を守ること1881年、李工省ばっかの愛軍に身を投じ、朝鮮に派遣された、遠政外は、新国内では、 一回の不弁に過ぎなかったが、朝鮮では、国王でさえ服従する強大な権限を持った。遠征外指導下の半寸フは、悲惨な状態であり、新国兵3000人が市民を略奪、暴行、両藩の家にも侵入して、女性を領辱、女性たちは、強引に主席で、キーさんにされるなど、乱暴牢石され、朝鮮の高官でさえ、 新国の領事や軍人から殴る蹴るの暴行を受け、何も言えず泣き寝入りしており、朝鮮はあくまでも時代に徹し、なす術がなかった。新国の指導で、外交顧問には馬立常とメレンドルフが迎え入れられ、朝鮮の政治、外交、経済は、完全に、新国が掌握し、俗国というより、植民地であった。また、李氏朝鮮の外交交渉は、 リトモマサフではなく新国を通して行われており、朝鮮の国事人事までも新国政府が決めていた。リトモマサフがメレンドルフを外務教弁を派遣したのも理交渉である。1885年にイギリスが朝鮮半島の巨文島を占領したとき、イギリスはリトモマサフではなく、イギリス駐在新国大使の総寒沢に通告を行っており、 そしてソうサムサワは、リ・トモマサフに連絡することもなく、占領を了承しており、国土の変更ですら、新国大使の裁量次第だった。これについて、コウ・ブン・ユウは、そのような中国俗国支配から朝鮮を解き放ち、その独立を達成させたのが、日清戦争における、日本の勝利だったのである。たとえ日本の国益のためであれ、 朝鮮独立を目指したこの戦争が朝鮮人にとって解放戦争だったことは疑いない。少なくとも新国の首引きから解き放たれ暴虐なる新国兵が追放されただけでも朝鮮人には大きな救いだったはずであると表している。19世紀末には日本、清志、ロシアが朝鮮半島をめぐって対立する。 日清戦争での日本の勝利のおかげで、朝鮮は中国との長きにわたる作法体制から離脱。国号も中国によって決められていた朝鮮から独自に大韓帝国へと変更して独立する。それまでの漢文に代わって、ハングルが公的に使われるようになる。朝鮮国王は皇帝に昇格し、それまで中国皇帝だけが行っていた。 祭典儀式を行うため環球団を立てた。また、真島などに朝鮮人が移住していった。李氏朝鮮の末期に登場した開花派は、新国への時代をやめて独立を獲得しようとしたため、時代党に対抗する独立党と称されていた。中国が正式に朝鮮を独立国として認めたのは、19世紀末の日清戦争敗北後、朝鮮を 植民地にしようという日本の圧力によるが、後の朝鮮併合を先に希望したのは、朝鮮側である。終戦後、中国の李光章と日本の伊藤博文との間に、結ばれた下関条約第一条まさに、朝鮮国が完全無欠な独立国であることを、承認するというものであった。中国は、西洋列強による攻勢により、次々と続国を失う中、 満身創意になっても、最後まで宗主国であり続けたのが朝鮮だった。しかし、列強による中国分割により、中国は、香港島、九流半島のイギリスへの割譲、台湾の日本への割譲、疎開、咀嚼地、勢力範囲の設定、ベトナムや朝鮮などの属国を創出する。新朝の打倒を目指した革命家たちは、 中国の植民地だった朝鮮を失うことを悲しみ、朝鮮は明朝の時代から中国の進化だったとして永遠に中国に服属すべきであると考えていた。また朝鮮は死の一つであったことから侵害革命を経て政権を握った革命家たちは常に死の領土を欲しがるようになり、相続論、な政学が誕生した。 1928年5月、中国国民党が南京において、配日教育方針を決議し、馬官条約、義和団の乱、対価21箇条要求の撤回、沖縄、台湾、朝鮮、関東咀嚼地の返還を主張している。佐々木周一、自局と教育的対策によると、中国国民党による、配日教育の内容は以下である。なお、朝鮮、 沖縄、台湾の領有権は言及しているが、日本帝国主義によって奪われたと主張する、尖閣諸島の領有権について、何ら触れていないのが、興味深い。地理活上地日本の中国侵略は、約50年前、我が藩族琉球を奪い、沖縄県と解消したるに始まる。日清役後、我が台湾、膨固列島を奪い、福建に、金ペンス。 日露役後、また我が藩族高来を平存し、両国境に境を接す。小学小歌州国地記念家高来国、琉球国、京台湾、少なからずある地すべて彼に平存せらるは、朝鮮が中国から独立することができた、地政学的理由を以下のように分析している。今日中国は、内モンゴルやチベット、ウィグルの住民を中華民族と呼び、その地を、 不可分の国土と称している。儒教や漢文、下教とは無縁の、チベット仏教やイスラムの地が中国なら、制度文物をことごとく話せに従ってきた、小さな中国は、なお一層中国だろう。孫文はその主張、三民主義で、朝鮮を、失われた、中国の地とさりげなく書いている。侵害革命のもう一人の立役者、昌平林は、チベット、海部、 猛虎は住民に任せて良いが、朝鮮とベトナムは必ず回収しなければならないと説く。この線引きが強逆になっているのは、ゴニシャが帝国主義国に一度支配され、中国から切り離されたこと以外に、理由らしい理由はない。中華の大国と個々の続報の力の差は大きく、これまでのところ自力で独立できた国はない。 4分5列になって崩壊したオスマン帝国と異なり、漢民族が人口の大半を占める中国は、決定的な分裂に至ることなく、外信や内戦で窮地にあった時でさえ、属国の離反を効果的に阻止してきた。インドシナ三国にせよ、ビルマ、モンゴル、台湾にせよ、今独立の実態のある国は、一旦第三国の支配下に入った地域ばかりである。 帝国主義国の力で中国の鉄の法要を振りほどき、叱る後独立する。朝鮮もそうした国の一つだったのであり、そのような歴史を持たなかった。チベットやウィグルは今なお中国の権益にとどまっている。教科書は国民がある日自覚してにわかに独立の国ができたかのように書いているがありえない話である。朝鮮王国の財政規模は 江戸幕府の一割にもならず、維持できた軍隊は、結局万の単位になることはなかった。小国でも、武勇に引いで行襲力に富む国民なら、あるいは大国に対抗できたかもしれないが、そういう国柄でもない。この国が独立するには、実際の歴史がそうであったように、日本の力を借りるしかなかったのである。松本康二韓国、反日主義の起源。 P441P442 第2次世界大戦後朝鮮半島はアメリカ合衆国とソビエト連邦が分割占領し大韓民国と朝鮮民主主義人民共和国ができた朝鮮戦争には建国間もない中華人民共和国も参戦し大きな被害を出した韓国は第二次世界大戦後 経済発展がもたらした地震と中国の相対的な停滞の中で、名実ともに中国の属国ではなく、独立国として中国に接することができた。国交樹立以後の経済交流拡大で中国は、韓国最大の貿易相手国となり、韓国国際の最大保有国にもなるも、一方で、イケル岩礁の領土問題がある。また、 全室の超聖卓粛清後を境に、中朝関係が停滞しており、北朝鮮の貿易の9割超を占めてきた、対中貿易への依存は続くも、中朝貿易は減少傾向にあり、民間でも度重なる、核実験や朝鮮人民軍の脱北兵士による越境犯罪で、中朝国境で、北朝鮮に対する住民感情や中国世論は厳しくなっており、 中国各地では反北朝鮮デモも起きている。習近平総書記はより中間関係を強化した南北東距離外交を行っており、中国人民抗日戦争、世界反ファシズム戦争勝利70周年記念式典では、韓国の僕国は習近平の隣に座り、北朝鮮が派遣した蔡竜海は端に座らされ、 金日成の所属した東北抗日連軍の模範部隊を参観した。さらに僕国は中国政府が費用全額負担で回収した大韓民国上海臨時政府庁舎の再開鑑識にも出席した。その後の龍雲山包丁で中朝は再接近したがボタンミネガク団公演の中止に始まり核実験で再び冷え込み軍事パレードを 金正恩の隣で閉平した、リ雲山の姿が、北朝鮮の記録映画から削除された。金正恩が2018年3月25日に、放中して習近平との、初めての首脳会談を行って、以降、中朝関係は徐々に改善に向かいつつある。2016年7月8日、韓国国防省と在韓米軍が、 THAAD ミサイルを在韓米軍に配備することを最終的に決定したと発表したことに対し、中国政府は強烈な不満と断固とした反対を示し、中国で限り関連と呼ばれる反韓政策が勃発し、韓中関係が急速に冷え込んだ。2017年10月。 韓国政府は事態を沈静化させるため、アメリカのミサイル防衛システムに参加しない、THAAD ミサイルを追加配備しない、韓米同盟を韓米非三国同盟にしないという、いわゆる、三府を中国政府に制約した。これに対して、朝鮮日報は、国の主権はもちろん、将来の軍事主権の侵害まで認めた国家的な、恥さらし、 中国に安全保障の主権を差し出す。衝撃的な情報。自国の安全保障政策まで縛られるという異常な状態。自らの手足を鎖で縛るような合意に応じる国は、世界のどこにもない。なぜ自分たちを守る武器の追加配備はしないなどと、第三国と約束するのか。米国の MD 参加や他国との軍事同盟も我々、自ら決めることであり。 中国の許可を受けるべき言われなどない、この主権放棄だけは必ず撤回しなければならない。中国から経済報復を受けることを恐れて極度に顔色を伺っているのだ。中国が経済報復をすれば、中国国内でも必ず損害が発生する。経済報復を恐れて主権を譲り渡してしまえば、次は屈従段階に入ると猛反発している。中国が 高圧的態度でこのような措置を取るのは、大国は小国を覗き見しても構わないが、小国は大国を覗き見してはならないという、中華思想の発露という指摘があり、2017年に、中国は、THAD の継承北道製州軍配備に、先立ち、韓国に対して、小国が大国に対抗しても良いのか配備されれば、 断行水準の苦痛を覚悟すべきだろうと韓国を脅している。韓国の THAAD の探知距離は800キロしかないが、日本の京都府と青森県に配備されている案、トゥッピー -2 レーダーの探知距離は4000キロであり、中国の大部分を探知しており、中国は日本の京都府と青森県に配備されている案、トゥッピー -2 レーダーが、 朝鮮半島を越えて中国内陸部まで監視していることは沈黙しながらも韓国の THAD 配備の密よく反対し限り関連を発動している。日清戦争後の下関条約第一条になぜ朝鮮独立を明記したのか。中華の朝廷がなぜ朝鮮の国王、王妃、大使の配立に関する権限を持っているのか。 なぜ中華の暦を使用するのか。中朝商民水陸貿易商定に古代から属国であるので、新国政府とのすべての問題における交通の規範は固定されており、変更の必要はないと明記してあるのはなぜか。アメリカ政府はおきのり大院訓逮捕の際、なぜ、朝鮮は新国の従属国家であり、半島における何世紀にもわたる。 封建的国家としての支配は新国によって承認されたと言ったのか。そうが、北方の領と金に徴工していた時代、将来の朝工師はそうに、なぜ朝工と作法を要求したのか。李氏朝鮮の李政権はなぜ民国に作法を求めて、国豪と多いと印字の歌詞を求めたのか。孔翼館の御子と周編に劣勢総章。 余伴職、治む、時代一心とあるのはなぜか。なぜ李氏朝鮮が、新国の直詞に、下音門で迎えられ、大使が、忍ぶ下官で尺の礼をするのか。当時、朝鮮人の中で、ダンクン神話が唱えられたのに対して、稲葉岩吉は、ダンクン神話の架空性を批判する一方を、満千不可分論を主張し、朝鮮歴代の王家は、 満州あるいは大陸からの敗山者が朝鮮に逃げ込んだものであり、朝鮮と満州とは政治的、経済的に一体、不可分であり、朝鮮だけの独自の存在はありえないことを主張した。はたたたかし、朝鮮史研究の課題、ありがとうございます。